いざ。うん、うん。そうか。待ってくださいよ。おやさん。あれ？すみません。少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。 その根性気に入った。この人抵抗する気満々っすよ。おやさん、乙女の涙を拭うか否か、人の分け目は単純さ。怪しい、実に怪しい。 僕の睨んだ通りで。おやさん、最後にもう一つだけ。総裁のご協力感謝です。これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども覚悟しておけ。 私たちの戦いぶりを見て世の男たちは味方を変えつつある。よし、このまま。おい、どうしたその顔。いいえ、これは、あの、目が赤いぞ。誰に泣かされた？男だな。どこの男に泣かされたんだ？それはまだ 女を泣かす男がいるというのか。許せない。その者の名前を言え。どうか剣を収めてくださいませ、ナオトラ様。私は大丈夫ですから。あ、待て、まさか相手の男の報復を恐れて。己、必ず見つけ出し、その性根を叩き直してやる。 大歌集です。イオ・コウノと共に金塊に。白と黒のひねどりが華麗にりりしく舞いますよ。<笑>これも我らの生き様だ。<笑>さて、白河城まで追いかけますか。魔王が浅い攻めを命じたようです。お尋ね者、あれが直虎様の言う悪しき男なのですね。<笑>